今回は絶対やるな。取り返しのつかないこと10選を紹介していくわ。絶対やるななんて穏やかじゃないな。ゲーム内でやっちゃいけないことを紹介していくから、この動画を参考にしてゲームをしていくといい。そんな動画にするからぜひ参考にしていってね。じゃあ、早速お願いするぜ。まずはニックネームには気をつけろね。どういうことなんだ？ニックネームなんて自由だろ？今まではそうだったんだけど2023年の8月21日にモンスト公式からお知らせがあったわ。そのタイトルが不正行為への対応に関するお知らせよ。今までもそれはあったけど追加されたのか？公式の内容から引用するんだけど、著しくマルチプレイを妨害する行為、または他人の迷惑となる行為。この文言が追加されたわ。妨害？どういうことなんだ？私はたまに寝落ちしてしまいそうになるけどそれもいけないのか？追記で不適切なニックネームでマルチプレイの募集をする行為、または募集したまま意図的にスタートしない行為等によって著しく通常のプレイを妨害する行為も処罰の対象となります。このようなことも書いているわね。寝落ちしてしまったら無意識だけどスタートできない。これはきついぞ。このあたりのさじ加減は運営しかわからないけど、お知らせに記載されたから注意したいわね。ちなみにこれを破ったらモンスターストライクのアカウント利用停止など厳しい対応の可能性も。これは具体例を出してほしいかもしれないぜ。普通にプレイしてる分には問題ないと思うわ。煽るようなニックネームの人は気をつけるべきね。地下のボードゲームの時ひどかったもんな。それの二の舞にならないようにもあるのかな？そこの詳細もわからないけど、ニックネームは可愛いものにしておけば問題なしよ。マルチもクエスト対象キャラが来なかったら募集を解除したりするけどそのあたりもどうなるのかしらね。問題ないことを願うよな。それも対象となるならブロックやキック機能を導入希望だぜ。アカウントの5番だけはやめてほしいわ。次は重心化開始そうなキャラに線形の書やレベルの書を使うよ。アイテムの使うタイミングの話だな。重心化キャラに超線形の書やレベル書を使うと、そのキャラが重心化開始してもアイテムが戻ってこない。単純に無駄になってしまうから使用は控えるべきなのよ。でもどのキャラが重心化開始するかなんて判断できないぞ。確かに、重心化開始するタイミングは運営しかわからないけど、基本的には昔のキャラから実装されやすいわね。今のタイミングだったら桜ギーブとか、限定だとカムイとかが怪しいラインになってくるわ。長いことモンストしている人はその感覚あると思うけど、私みたいな人にはわからないぞ。あなたも歴だけは長いじゃない。バレていた。ちょっとした見分け方にはなるんだけど、最近重心化開始した如意棒を例にするわ。如意棒が重心化開始したのは2023年の8月29日なんだけど、その如意棒の重心化を見てみるといいわ。その時に名前の左上に書いているナンバーに注目してほしいの。如意棒の重心化の名前左上にはナンバー4166って書いているぞ。そしたら次にモンスター図鑑で右上にある表示順変更、下にある入手方法、プレミアムガチャを選択。その状態で如意棒の重心化のナンバー4166より若い番号や周辺を見ればいいわ。なるほど。そのあたりのキャラが重心化開始される可能性があるってことなんだな。たまにナンバー1000くらい飛んで重心化開始されることもあるからあくまで目安ってことで覚えていてね。そのキャラにはあまり線形の書とかを使うことは控えた方がいいってことか。線形の書もだいぶ配布され出したとはいえ、まだまだ貴重なアイテムには違いないからね。使用を控えれるならそれに越したことはないわ。間違って使ってしまったらアイテムが戻ってこないからな。覚えておくぞ。次は限定キャラやガチャキャラを無計画にラックのため合成ね。合成したらラックが上がるから合成したくなるんだぜ。キャラのラックが上がったらいいことが起きやすいから、ついラックを上げたくなるわよね。キャラのラックを上げたらどんな効果があるのか教えてくれよ。まず、クリア後の報酬が増えるわね。モンストではクエストをクリアした際に報酬がもらえるけど、ラックの数値が高ければ高いほど報酬が一つ増える確率が上がるわ。運極にしたら確定で2つの報酬をもらえる。だから周回クエストでは運極モンスターを連れていくんだよな。ラックのメインはこれなんだけど他にも、マルチプレイ中のドロップ率が上がるわ。たまに敵から落ちるコインや宝箱のことね。あの宝箱からキャラドロップすることもあるからお得だぜ。あとはボス戦とかでピンチの時に金ハートが出てくることを経験したことがあると思うけど、あれもラックが関係していると言われているのよ。そんなことにも影響があったのか。知らなかったぞ。ラックスキルの発動率が上がるわね。キャラのラックを上げるとこれだけの恩恵があるわ。だったらガチャキャラが被ったら合成していった方がいいよな。でも、そのキャラの最適性クエストが来て、艦隊が組めなくなってしまったら悲しくならない？それは後悔してしまうんだよな。そんなことを防ぐためにキャラは3体くらいは残して合成した方がいいわね。3体だと足りなくないか？分岐重心化したら6体欲しくなるぞ。限定キャラならともかく、通常キャラが分岐重心化するとは思えないから大丈夫と思うわ。前例もないからね。限定キャラも分岐両方を得得とボックスを圧迫するから、3体だけ残してあとはスライドでも OK よ。そのあたりは自分の好みで対応したらいいと思うわ。でも、艦隊組めるくらいは残しておいた方がいいってことだな。重心化界は艦隊を組みにくいけど、艦隊を組みたかったらコネクトの書を使えば艦隊を組めるからね。
公開しないように合成は計画的にだぞ。次はボックス拡張に応募しようね。これはもったいないお化けが出そうだよな。知らない人がいたらいけないから一応説明するけど、モンストは無料でボックスを拡張できるわ。ホームからショップを押すと下から2番目にモンスターボックス拡張があるわ。それを押すと CM 視聴でボックス拡張があるからそれを押す。そして視聴って押して CM を見るの。するとボックス枠が1つ増えるわ。ラッキーリザルトが起きれば10個増えるわよ。ラッキーリザルトが起きれば嬉しくなるよな。本当にラッキーって気持ちになるぞ。ちなみに毎日4時と16時にリセットされるから、そのタイミングで CM 視聴をすれば毎日最低2つは拡張よ。たまに忘れてしまいそうになるけど、オーブを使わないために頑張るぜ。CM 視聴すればボックスを圧迫するってことは少ないと思うけど、まだ圧迫する人は最悪期間限定オーブをしようね。正直言うとあまりおすすめしないわ。9月と10月も期間限定で100個オーブがもらえるもんな。どうせ20連くらいでキャラなんか引けないよって思ってて、ボックスが圧迫している人はこれを利用ね。でも、10周年オーブは星玉の数も貯まるから、できればガチャに使うことをおすすめするわよ。急いでボックス拡張したい人や豆に CM 見れない人はこれを利用するのもありってことだぞ。私はオーブでガチャを回したいから頑張って CM を見るぜ。余談だけど、昔は亀やタスも同じボックスにいたからかなりボックスを圧迫してくれていたわよ。え？そうだったっけ？売却したりラック引き換えで対策したりしていたわよ。あー懐かしい懐かしい。セリフと表情が合っていないぜ。苦労していたんだな。次はラック交換で重心力を交換ね。私は重心力を交換できることすら知らなかったぞ。人によっては重心力って足りなくなる人もいると思うの。そんな時に役立つのがラック交換。さーて、これで重心力をゲットと思ったそこのあなた。少しお待ちなさい。なんで怒っているんだよ。重心力は1日1回、最低でも1個ゲットできる方法があるわ。それを利用すれば重心力は足りると思うわよ。そんなのあったっけ？ホームからクエストに行ってノーマル育成の強化進化をタップ。すると確定、重心力を求めてってクエストがあるわ。その中200の道、200の道、300の道、400の道、計4クエストがあるわよ。思い出した。100の道はスタミナを100使って、400の道はスタミナを400使うんだよな。スタミナを使った分恩恵があって、100の道は重心力1つ、200の道は2つ、300の道は3つ、400の道は4つ。これだけの重心力が手に入るからラック交換はしなくて OK よ。なるほど。だったらラックは一体何に使ったらいいんだ？まず絶対に交換した方がいいのはモンストの日に来る、特別なアイテム交換の時ね。オーブ引き換え券とかと交換できたりするから、この時はラック交換を推奨するわ。限定キャラの追加ボイスを交換できたりするもんな。あれも期間限定だから私は持ってなくても交換するぞ。キャラのボイスに興味ない人以外は交換しておいた方がいいわね。それでもラックが余る人は貯めておけばいいわよ。すると人によっては重心流が足りなくなると思うわ。重心流は常設クエストで確定ドロップがないから、ラック交換も視野に入れて OK ね。手に入れやすいか期間限定でしか手に入らないからとかそのあたりを考えて交換すると OK だぜ。次は無計画ガチャね。ガチャも計画的に行うべきなのか？もちろんよ。例えばなんだけど、超重心祭でヤクモが欲しいとするわ。でも、毎月超重心祭を引いていたら、オーブなんてすぐすっからかんになるじゃない？そりゃガチャを引いたらオーブを使うからな。それでヤクモが引けたら問題ないと思うんだけど、全く出てこない人もいると思うの。何の成果も得られませんでした、だぜ。そんなことになってしまうよりも、超重心祭でキャラが追加された時に引いた方がいいわ。今年のタイミングで言えばキリンジが追加された時、そして地獄楽とコラボした時ね。そんな時にヤクモを狙いながら副産物出たキャラをゲットした方が事故は少なくなるわよ。万が一ヤクモが出なくてもキリンジが出たら使えるところも多いからな。それはそれで OK だぜ。我慢するのは大変だと思うけど、頑張って我慢をすればその分恩恵があるはずよ。じゃあ、これからのガチャはどのようにしたらいいんだ？まず、9月末の超重心祭は注目ね。もしかしたらキャラが追加されるかもしれないわ。でも私はこの時に引くのはあまりおすすめしないわよ。ヤクモやキリンジを持っていなかったら別ね。ここもスルー推奨？まだ重要なイベントなんてあるのか。まずは毎月のコラボに注目ね。コラボキャラは期間限定だから二度と手に入らない可能性があるわ。強いキャラがいたりしたらオーブをつぎ込むべきだし、好きな作品の時なんて全部っぱしてもいいわね。好きな作品のキャラが出るとモチベーションが上がるもんな。これは私も賛成だぞ。好きだけど性能があんまりの場合はそれぞれの判断でガチャを引けばいいと思うわ。次に注目するタイミングは10周年イベントがある10月ね。ここで限定キャラの新たな進化があるのは間違いないと思うわ。さすがに何もないはありえないからね。今年はモンドリでルシファーがぶっ壊れたもんな。それくらいのキャラが出てほしいぞ。その時に強化されたキャラを持っていない場合、救済ガチャみたいなのが実装されると思うの。性能次第っていうこともあるんだけど、そのキャラのためにオーブを貯めておいてもいいわね。10月の10周年オーブを使う人も多そうだな。10周年オーブはその月限定だから絶対に消費するべきね。
これ以降も注目するのはコラボや期間限定だけで、超獣神祭とかは引かないのをおすすめするわ。まだ超獣神祭を預けか？一体いつ引けばいいんだ？2024年の年始よ。この時には持っているオーブを全て注ぎ込む。ここまでオーブを貯めれるだけ貯めたいわ。そうか。このタイミングで超獣神祭のキャラの副産物を狙っていくんだな。そういうことよ。しかも今年は10周年のメモリアルイヤー。年始キャラにも期待が高まるわ。ヤクモ超えのキャラが実装されるんだよな。想像しにくいけどルシファーってキャラがいるくらいだしな。もちろん、いくらでも課金できる人は好きなタイミングで引いて OK よ。無課金の人は参考にしてね。私はコラボに期待を高めていくぞ。次はクエストアイテムの使いすぎよ。クエストアイテムでも貴重なものもあるからな。絶対にやらない方がいいのは呆絶や難しいクエストでおかわりダイスを使ってしまうことね。難しいから周回数を少なくしたい気持ちはわかるけど、おかわりダイスは貴重なアイテムよ。私、これを手に入れたことあったっけ？一体どこで手に入るんだ？おかわりダイスは実装時に一つもらえているわ。それ以外だとガチャのおまけでもらえたりする。あと毎月もらうためには天魔の古城をやらないといけないわね。30ステージクリアでもらえるわよ。天魔の古城30ステージなんて、私にはかなり大変な作業なんだぜ。それくらい貴重なアイテムだから使い時はしっかり見極めた方がいいわね。フエールビスケットとかなら取り返しつきやすいけど、おかわりダイスは本当に後悔しちゃダメよ。毎月天魔を登れる猛者ならまだしも、私みたいな庶民は使い方に注意だぞ。ミラクルミンとかもちょこちょこ使っちゃう人がいるかもしれないけど、これも置いといた方がいいわ。え？じゃあいつ使えばいいんだ？ミラクルミンは信号絶クエストがミラクルミンを使えるタイミングが一番ベストと思うわよ。そのタイミングで自分がホストでクエストをやれば、みんなが喜んで手伝ってくれると思うわ。あまりにもクエストの仕様がわからない場合は少しだけ練習してね。そういえば豪絶って急にミラクルミンとか使えるようになるよな。あれってタイミングがあるのか？次の新豪絶が実装されたら使えるようになるわよ。ちなみに爆絶や超絶も同じ仕様ね。おそらくミラクルミンを使えるクエストで一番難しいのは新しい豪絶の可能性が高いと思うわ。そのタイミングまで待って使用するのが一番いいと思うの。私はその豪絶で10個くらい使いそうな気がするぜ。次はコラボや期間限定のアイテム取り忘れね。コラボの時ってミッション達成でアイテムくれたりするもんな。タイミングを逃すとゲットできなくなって、アイテム難民になる可能性があるからね。特にワクワクミンイエルやコネクトの書とかがもらえる時は頑張ってゲットしたいわ。今回の SAO コラボでもワクワクミンイエルをもらえたもんな。それだけじゃなく今回はそれ以上にゲットしておかないといけないアイテムがあったわ。ワクワクミンイエルより大事なアイテム？一体何なんだ？守護獣のかけらよ。え？あれって常設クエストで手に入るじゃないか。常設クエストで手に入る数は各400個ずつ。でも、守護獣をマックスまで強化しようと思ったら500個必要よ。だから守護獣を多く強化しようと思ったら、守護獣のかけらが足りなくなる可能性があるわ。そういうことか。だからコラボとかで守護獣のかけらが配られるときは絶対に確保するべきなんだな。めんどくさいけどコラボで守護獣が実装されたらそのクエストを周回することも忘れずにね。ミッションに目が行ってしまいがちだけど、そこも注目しておかないといけないよな。コラボクエストとかの周回もあるから、本当に大変なんだけど頑張りたいわね。なあなあ、どうしてもミッションが難しくてクリアできない場合、どうすればいいんだ？本当は頑張ってなんとかしてねって言いたいけど、手がないことはないわよ。それはマルチで募集してみんなにクリアを手伝ってもらったらいいわ。リア友がいるならそれでも OK よ。上手い人に手伝ってもらうってことだな。でも、これは一長一短でモンストのマルチしている人みんなが上手いってわけではないわ。だから、絶対クリアできるってわけじゃないし、苦肉の策って思っていてね。助けてもらえるかどうかは博打ってことだな。でも、これでアイテムもらえるかもって思ったらかけてみるぜ。次、コラボキャラ売却も注意ね。これはやってしまうと悲しくなるよな。限定キャラも売ってしまったら悲しくなるけど、コラボは期間限定だからね。売ってしまったら二度と手に入らない可能性もあるわ。そんなことをしてしまったら最悪だよな。期間限定キャラは手に入れたら鍵をつける癖をつけた方がいいわよね。それでも忘れてしまったら売却する可能性があるよな。ガチャで出た星5キャラは設定で自動ロックができるけど、そうじゃないキャラは売却の可能性があるわね。今年降臨したベジテトラの運枠適正もタイバニコラボのフガン&ムガンだったしね。豪絶の適正キャラになることもあるからコラボキャラは大事にしたいぜ。売却とかは本当に気をつけてね。持っていないことに気づくと絶望的に悲しくなるわ。今すぐボックスを見て鍵をつけていく作業をした方がいいぞ。そして最後チートよ。それはいけないことだよな。絶対やってはいけないぞ。チートとはゲームデータを改ざん、あるいはモンストが認めていないツールやプログラムを利用し、ゲームを本来のプレイ方法よりも有利に進める行為のことよ。公式ホームページから引用したわ。要は改造したみたいなことだよな。みんなはそんなことをやらないと思うけど、一つだけ注意してほしいことがあるの。ここからも公式ホームページに書いてあることなんだけど、ゲームデータを改ざんしているユーザーと、
意図的にマルチプレイを行い不正に報酬を得る行為も処罰の対象になることがあるわ。異常な挙動をするマルチプレイに偶然遭遇した場合は、クエストをリタイアするなどの対処をお願いだって。たまたま遭遇してもダメなのか？これは気づいたら即リタイアしないといけないぞ。プレイしていて異常だと感じたら、抜けることをお勧めするわ。私も一回だけその場面に遭遇したわね。え？チートを実際に見たのか？厳密に言うとだいぶ昔に私の横でモンストをプレイしていた友人がそのマルチに入ってしまったのよ。内容は HP が無限で絶対に負けない仕様になっていたわね。すぐに友人は抜けていたわ。友人のアカウントは大丈夫だったのか？すぐに抜けたからかわからないけど問題なかったわよ。クリア報酬とかももらっていなかったからね。ホストの人がどうなったかもわかんないんだけど、絶対にチート行為に巻き込まれてはいけないわよ。変なことがあったらすぐに抜けて巻き込まれないように逃げてくれよな。これで取り返しのつかないこと10選の紹介を終了するわよ。いろいろ注意喚起もあって助かったぜ。せっかく楽しくゲームをしているんだからね。悲しい思いはあまりしたくないわよね。この動画を参考にして、みんなでモンストを楽しもうじゃないか。他にも、今回の動画の感想や他に上げてほしい動画があれば、ぜひコメント欄で教えてね。みんなのコメントとオープン主の気分次第でみんなのコメントから動画にするかもしれないからな。視聴者の皆さんがコメント欄で反応してくれたら私も嬉しいわね。いろいろ見たいと思ったら、高評価とチャンネル登録よろしくな。それではご視聴、ありがとうございました。